はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけれども、事後届での概要について解説いたします。以前の動画でも事後届について解説しておりますので、まあ、その点もですね、今回お話の中で出てきます。で、それも含めて、ちょっと細かい部分も解説していこうと思います。で、まず、一定面積以上の土地について、売買契約と締結した場合、権利取得者は、契約締結日から2週間以内に都道府県知事に届け出をしなければならない。この届け出っていうのは事後届け出なんですね。で、この中でこの一定面積以上っていうのと売買契約とっていうところについては以前の動画でもお伝えをした内容です。一定面積以上の土地っていうのはどんな土地かというと、区域によって面積要件が違うんですね。市街化区域であれば2000平米以上の土地について、市街化調整区域だったり非線引き都市計画区域であれば5000平米以上の土地について、都市計画区域外の土地であれば1万平米、つまり1ヘクタール以上の土地について売買契約とかをした場合は届け出をしてくださいね、といった感じで区域によって届け出対象となる面積が違うっていうのは前回の動画でもお伝えをした内容です。で、こういった土地について売買契約等を締結した場合、まあ、一定の取引をした場合なんですけども、その取引については、まあ、一番分かりやすいのが売買契約なんですね。で、それ以外にも例えば大仏弁済契約とかも含んできます。まあ、これもですね、前回の動画でお伝えをした内容です。で、こういった一定面積以上の土地について売買契約等を締結した場合、誰が事後届出をしなければいけないのか、これは権利取得者です。つまり土地を購入した人、買い主ですよね。大仏弁済であれば大仏弁済をしてもらった人、土地をもらう方、つまり弁済を受けた方だから債権者ということになりますよね。大仏弁済っていうのは、もう私が例えばあなたに対してお金を貸しました。通常であればお金で返してもらうはずなんだけれども、あなたがお金がない。だから土地は持っているから土地で弁済しますって言った場合、これが大仏弁済ですよね。その場合、土地を取得しているのは私なので、私が権利取得者になるということになります。で、この権利取得者っていうのは、契約締結日、まあ、この売買契約の締結日、および、大仏弁済契約をした日ってことですね、から2週間以内に都道府県知事に対して届け出をしてくださいねというふうになっております。で、届け出の仕方なんですけども、これは市町村長を経由して知事に対して届け出をします。これどういうことかというと、窓口は市町村長なんですよ。ただし届け出先っていうのは知事なんですね。あくまでも届け出先は知事だけれども、窓口として市町村長、これを経由するんだということです。だから届け出の、書面っていうのは知事宛てになってるんですね。知事宛てになってます。で、その書面を市町村長に提出する。つまり市町村長は受け取ったらそれを知事にそのまま回すと、渡すということですね。で、続いて届け出をする内容ですね。届け出内容っていうのは、届け出をする書面に記載すべき内容です。これは例えば取引価格だったりとか、土地の利用目的などを記載します。つまりこの売買価格はいくらなのかっていうところと、あと権利取得者はその土地を取得してからどういうふうに使うんですか。まあ、これが土地の利用目的ですね。例えば商業施設を作りますよとか、宅地にしますよとか、まあそういったことを記載するってことですね。で、一つ具体例を出します。A さんが土地を持っていて、この土地、市街化区域内にあって3000平米ですと。これを B さんに売却しましたと。この場合、届け出義務者は B さんです。つまり B さんが知事に対して届け出をしなければいけません。売り主である A さんは届け出はしなくても良いです。これは OK ですよね。あくまでも届け出義務者、届け出をするのは権利取得者だから B さんですよね。で、面積要件、市街化区域内で3000平米ということは、市街化区域内2000平米以上ですよね。だから面積要件満たしますよ。あと売却っていうのはこの売買契約ですよね。
だから事後届出が必要な取引にも該当しますよ。2つの要件満たしているからこれは届出が必要ですよということですね。で、事後届出は届出義務者である B さんが知事に対して届出をしてくださいと、届出をしなければならないというふうな内容となっております。で、今回この点について一つだけ注意点があるので、まあ、その点については個別指導で解説させていただきます。まあ、意外とこれ知らない方もいますので、まあ、この点についてもう少し理解を深めたいっていう方は、まあ、専門書とかでぜひ調べていただければと思います。で、個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひそちらご確認いただければと思います。理解学習ができれば宅建は1回で合格できる資格なんで、しっかり理解をしながら学習していきましょう。あなたの受講をお待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。